そのそこでね、僕頭ね、キラーン来たんすよ。これ大丈夫だね、罰やから。それで明日から、まあ、編集合宿できてるけど、明日から撮影やるじゃないですか。うん、で明日ね、僕たちインスタとか YouTube のこのアイコン、うん、プロフィール画像とか個人の写真とか全然なくて、うん、定まってないんで。明日それを写真撮影をしに行くんですよね。うん、で、大地くん、車でめっちゃ寝るじゃないですか。うん、で、明日午前中も体力使う企画、ちょっと行くことに行くやん。うん、やから、絶対大地寝ると思う、ね。寝るの。やから、ちょっと声でかいもん。それで、写真撮影をしに行くけど、その後に声かけの企画も取りに行くやん。明日さ、写真撮影も回すけど、その後に。した状態で、こんなに、そう大事ってまうでーちょっと寝てくれて、ということで、大事寝てる、ちょっと大事寝てるとこ見に行こうか。ゆっくり行くで、声でかい、ごめん。あ、寝てる、みんな。ちょっと。第一周知ユダイ。ナインホームです。見事に撮影の合間から今まで二人とも爆睡してます。これそこで僕あ。これ来たと思って、予定では大地の顔に落書きしてそのまま待ち声かけ企画取りに行こうって言ってたんですけど、ここで僕ね一つ頭働かして大地の顔に落書きパーってして、そこで大地をトントンって起こして、まあ、雄大寝とうから雄大の顔に落書きして待ち取りに行こうやって言って、大地にも雄大も雄大に落書きしてドッキリをするっていう、雄大の顔にその後に書くんですよ。そしたら雄大は起きた後に大地の顔に落書きがされてるから、あ、昨日のオープニングの通りやなって言って、雄大は大地にドッキリやと思ってるけど、雄大の顔にも眉毛ゴンボとこれ行こうかなと思います。それなんでね、ちょっと寝てる、でももし起きちゃうかもしれないんで、車開けたりするときにちょっと電気とかつくんで、そこだけなんですけど、行きましょうか。Town to town, from alone.
York to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect the young heroes. Yeah. I've been flying from town to town, from London. なんでカメラ？なんでカメラなの？ちょっと待って、ちょっと理解できない。ちょっと待って、寝ぼけと、まだ呼吸してそのまま声かけ取りに行ったらおもろいんちゃうっていう、そういうことか。でも寝たらやばい、あれ起きたらやばいから、起きたらパン隠して、お家でもうそそ行くぞって言って寝やって、ああ、そういうこと。やっていいやしか。眉毛描いちゃいます。もしかしたら雄大の眉毛いっちゃいます。今ね、急に起こされて僕ドッキリ仕掛けます。でもこれがあるもんばいな。ドッキリ仕掛けちゃいます。先生席開けっぱにしようから、そこ入ってそこから撮れたら、そういうことな。なんでカメラ回しようみたいなのから、ちょうど寝顔可愛かったからそこから回したろうかなと思って、感じで行こうか。でもそんなマジで怪しまなっちゃう。それぐらいしかなくない。そこ一回切るか。一回切る。一回切って、で3人でナイホームでそのオープニングのソースをやろうかって言って、そこで。そうしよう、そうしよう。え、ちょっと第一周知雄大ナインホームです。ちょっとマスク取らせてもらおうか。はい、トス。暑いな。それでは今日の企画を教えてください。今日の企画は、はい、マチブラ&声かけでございます。チャンネル登録お願いしますって僕ら言います。20ターゲットとしてはどの年代の人。まあちょっと可愛い姉ちゃんとか行きたいかな。そうですよね。俺結構50代から60代の。いますゆうだいは行く。じゃあいます。どこが行く。もちろんです。それではレッツブレイキング。これことですよ。今日は行っちゃいますよ。どんどんちょっとね、時間帯も時間帯なんで人がおるか分からへんけど、じゃあ行きます。シュージやってるよ完全に。一回じゃあ飲み物買ってきて。コンビニで。今ちょうど後ろにコンビニあるから。ゆうでくんのコンビニ待ちですけど、ゆうだいくんあの眉毛でコンビニ行ってるのはやばいよ。全然気づいてません、あいつ。普通にアホ。
じゃあだからやっぱり一発目は雄大のあのなんていうの眉毛、あれインパクト与えた時に言ってもらうな、中で作ってもらおう。俺の一声だけ取らせてもらっても大丈夫ですかね。はい、すみません申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、それです。この手書きで。はい、ありがとうございます。本日一人目です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もしある時にでも動画見てもらえたらなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。俺最強。こちら、ホス。雄大の眉毛公開。人少なすぎるな。じゃあ次、主人とか。じゃあ、後ろのお姉さん行きます。絶対無理、絶対無理。この汗見て出こわせ、見てこの大地、お前見て出こわせ、これ。いや汗かいとう。ほんま。まあでもちょっと今こういうご時世なんで、なかなか人混み多いこと考えたら夜でもまあ良かったのかなと。次俺ジャイアントキリングな。大事なのはそう、まあチャンネル登録も増えるし、企画としてもおもろいし、完璧ですね。まあ何が言えるってアホっす。そう動画締めたいところなんですけど、はい、今日声かけ行ったじゃないですか、はい、これが企画、はい、これドッキリです。よいしょ。ドッキリさせていただきました。どういうこと？これ二人ともドッキリかけられてます。何がってどういうこと？雄大の雄大の眉毛描きました。大地の眉毛やるって昨日言ってました。え、俺もちょっと待って、ちょっと待って、俺もえ、俺やんちょっと待って、俺もやん。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、擦ってみろ、擦ってみ、雄大ちょ、見えへんのか、今大地もう分かったって、バリクロだったもん。これ見て、これ見て、え、こすってる。え、うっせやん。え、ちょっと待って、俺もえ、ちょいつ俺もじゃないやろ、俺からしたら俺もじゃないね、俺からしたら昨日こいつがお前エグいこれこれちょっと動画見てみません。え、書いたん、はい、動画見、え、どういうこと、説明します。一回しこれね、僕と雄大くん昨日大地くん寝てる間に、明日声かけ企画の時に大地がもし撮影の合間とかに寝てたら眉毛描いたろやん、それで声かけ行こうやって雄大が話してました、うん、そうなん、はい、でガッツリ寝てたんでガッツリ描かしてもらいました、うん、でその時そういうこと、大地が寝てたでしょ、で僕ちょんちょっと起こしたじゃないですか、はい、でその時に僕なんて言いましたか。雄大の眉毛描いたろうぜ。おい何でやねん、頭が思いついちゃって
二人とも。なんで俺やの。大地寝るやろなと思ってたから。ちょっと待って。だからじゃあ待って、俺これでさ、ありがとうってこと。お前俺も。これだけ何ホームランかも。惜しくないですか。このお前一緒だ。ちょっと待って、俺も片方だけ。ガッツリ両津勘吉。大地エグやってる。大地、俺片方だけなの。大地は全然。大地は書き終わってから慣れて起きてやばいと思って顔してたけど、雄大はこっち書きを。エグいってこれは。え、これで普通にいつもみたいにすいません、お時間いいですかって言うとったので、鬼恥ずかしいよ。で、お前らやばない俺らカメラとか近づいてきて、大ちゃんホスとか言ってそらしてくれへんやろ。大ちゃんも大事でそらしかも油性やろ。でも鬼のな取れへん。鬼のマッキーのフットペン、バイトも大変やん。当たり前やん。それが YouTube や。そうやな、頑張っていくや。まあでもな、これで人に声かけれたっていうのは恥ずかしいことない。これからの自分にとって大きな財産やん。当たり前やんき。でも俺ら、まあ言うたら体張ったわけやんか、ハラスかまそう。いや俺言ったろ、あ、今寝ないようにします。じゃあ主人みたいな裏切りなしやぞ。絶対なしやぞ。どこかでこの伏線が回収される時も来るかもしれないです。じゃあ今日はお願いします。ちなみに声かけしてる映像をバツバツカットされます。見せ企画なんで、まあ声かけは良かったですけどね、上田んで。皆さんありがとうございます。じゃあこんぐらいで締めますか。はい。いきますよ。せーの、おトゥーティー。